今回も動画にアクセスしていただきましてありがとうございます。久保木ひろとです。24歳になって初めての、歌&映像でございます。チャンネル登録1000人超えましてどうもありがとうございますね。広告とか出てきてちょっと見づらくなったかもしれないんですけれども、ぜひどんどん再生していただければなと思います。今回歌う曲はですね、自分と同い年のアルバムからやろうと思いまして、浜田省吾さん青空の扉から、彼女はブルーという曲を歌おうと思います。で、浜田省吾さんのこの彼女はブルーという曲はベスト版にも入っている曲ですけれども、コンサートでもたびたび披露されてるんですけれど、映像版になかなかならなくてですね、DVD とかに入ってないんですよね。で、このやっぱ青空の扉っていうアルバムが、たがために金はなるその永遠の1秒にで、一番こう暗くなった時期の浜田省吾さんがもうラブソングばっかりのひたすらこうポップなアルバムを作ろうということで発表されたアルバムですけれども、浜田省吾さん特にこのアルバム特に気に入っている1枚で、このアルバムからの曲は毎回ツアーでこう披露されてますよね。自分の中でこう感じることなんですけど、このアルバムから浜田省吾さんの曲の中の恋愛のこの風景が大人になりますよね。なんか焦りとか辛さというか悲しい感じ、悲壮感みたいなのが割と収まるというか、ある程度大人目線の恋愛になってる感じがするんですよね。例えば2人の絆とかね、80年代の楽曲で浜田省吾さんが描いた女性の像っていうのが割とね、例えば彼女は昼間オフィスレディまるでエンジェルとかマイホームタウンの歌詞ですけれども、なんというかこうすごく理想像的な綺麗な女性をこう歌う中で描いてましたけれども、二人の絆ではなんか男っぽい服装をして男の世界で働いてるだけれども俺の腕の中ではみたいな、割と素朴な女性に関するこう歌を歌われていたりとかで、この彼女はブルーもそうですよね。なんというか片思いのこの風景ではあるけれども、どこかこう大人の余裕があるというか、このまま抱きしめたいし、このまま連れ出したいし、いろんな思いがあるけれども、明日も友達として会えるからこのまま帰るよっていう、なんというか大人のこの余裕感、この曲とか感じるなと思うんですよね。で、また不倫の曲とかもね、紫陽花の歌もそうだし、あれから二人もそうですし、青空の行方最後の曲もなんというか、ちょっと悲しい歌詞ではあるんですよね。もう無邪気な恋に落ちるには二人若くないとか、もう夢見たような未来に来るとは思えないっていう、大人になっちゃったこの自分たちのこの世界、そういう中でももっと前向きになんか生きていこうみたいな雰囲気もこう漂ってくる、それまでのとにかくどうしようもない悲壮感みたいなのがこのアルバムではなんか消えているような感じがします。で、これ以降の作品もですね、なんとなく恋愛模様っていうのはマイファーストラブでもそうですね、誰かどこかでとか、客観視してるような、自分たちのこの恋愛を客観視しているような、完全に個人的な意見ですが、というわけで、彼女はブルー聴いてください。君の心は今もブルー、その唇にそっとキスしたいけど、このまま帰るよ明日も友達で
した日々の彼との思い出を話してる窓の外を見つめて愛は儚く契約なんてないのよと何も食べてないんだろう痩せたね横顔悲しいくらいに今夜君とどこか陽気な店で踊りたいでも君の心は今もブルーその肩先をそっと抱きたいけどこのまま帰るよ明日も友達で君の心は今もブルーその手のひらにそっと触れたいけどこのまま帰るよ明日も友達で友達で